誕生以降、モビルスーツのリアルを追い求めてきたガンプラ。一つの答えであったリアルグレード。アニメ放送開始から45年、ガンダムへの思いは不変だが、技術の進歩とともにそのリアルは変化する。ガンプラからガンダムへ送る新たなる挑戦。内部構造、デザイン、ギミック、144分の1スケールの常識を変える。機能と情報量を凝縮し、未来に向けた新たなリアルを創造する。 RG RX78-2 ガンダムバージョン 2.0。技術の進歩とともに変化した3つのポイント。インナーフレーム、メカニックデザイン、稼働ギミック。徹底した交渉が新次元の融合を生み出す。内部フレームはセミモノコック構造をイメージして設計。外装と一体になって機体の強度を担う構造で、従来のフレームとは一線を画す密度感を有する。ディテールの追求としてスライド金型による成形技術を活用。多方向へモールドを追加し、各パーツに情報量を凝縮。またパーツ構成を厳選することで組み立て工程の短縮も実現。稼働部にはフィールドモーターを中心に稼働する新たな関節構造を採用。デザインと機能が分離しない原点回帰を果たした。外部装甲は立体感あふれる造形で表現。ツインアイを含めた全身を成形色で完全再現。各所に覗くグレーのディテールが多彩なコントラストを生み出し、約125ミリのプラモデルに実物大18メートルのスケール感を演出。胸のダクトやスラスターノズル、頭部のメインカメラのクリアパーツほか、細部に至るまでディテールを追加。コアファイターはコアブロックへの変形が可能。内部に前後の動きに追従する可動軸を追加し、上半身の動きをよりナチュラルに演出。白兵専用モビルスーツガンダム、リアルな躍動を最新の改造度と稼働ギミックで表現。首関節は二軸プラスボールジョイントで稼働。見上げる稼働を重視し、飛翔シーンなど躍動感のあるポージングが可能。肩関節は前後のスイングと上方向へのオフセットを可能にする構造を採用。腹部と腰部の間に回転、左右スイングできる関節を設定。ひねり込む動きの幅がさらに広がる。前傾動作に合わせ腰、座面とフロント、リアアーマーブロックが連動稼働。股関節もスイング稼働し、自由度が拡大。脚部走行は追従稼働するスライド機構を採用。足裏は3分割で構成。スラスターは常に機体進行方向に追従。その他武装ギミックも含め新機構を多数導入。これらのギミックが連動。劇中イメージの再現を追求したポージング。RG ならではのアレンジで再現したポージング。印象深い数々の名シーンをそれぞれ高次元で演出できる。
リアルさと遊びやすさを両立する構造と機能を追求。環合だけに頼らない構造によるロック機構を各部に採用。サイド・リアスカートは基部を外装とフレームにより挟み込むロック構造。パーツの脱落を抑え、ポージング性が向上。背部に独自のロックパーツを採用。上半身と下半身をしっかりと保持。円形外装パーツははめ込んでひねる構造でパーツを固定。その他にも各所にロック機構を採用。これらが安定した可動を生み出し、 RG ならではのダイナミックなポージングが堪能できる。アニメ放送開始から45年、進化を重ねてきたガンプラ。ガンダムへの不変の思い、積み上げてきた歴史と技術を注ぎ込み、未来に向けた新たなリアルを描き出す。 RG RX78-2 ガンダムバージョン 2.0。 モビルスーツを作る楽しみと興奮をあなたに。